はい。1.8 のシェイク&マキフォールでですね、ドエントです。シシ止め来たみたいですね、これ。あのね、ライズがあるんだけど、すぐいなくなるんだよね。相当擦れてるかもしれないですね。でも、気持ちいいっすね。水きれいっすね。本当にここの水は。よいしょ。いやー、ドエント気持ちいい。一応今、シェイク&マキフォールって探ってて、もし反応がなければボトムに切り替えようと思ってるんですけど、とりあえず全然知識がないので、とりあえずこのままちょっとずつちょっとずつ移動していこうかなと思います。はい、乗った。よし、乗った。うわ、置きボトムですね。今度超ドエント置きボトム、気持ちいい。青ですね。魚ちっちゃいけど超気持ちいい。超ドエント置きボトム、超気持ちいい。これはね、乗らすと気持ちいいんすよね。あ、なんかそこになんか変な、なんかいる、いるものが。よいしょ。今度はボトムバンプですね。これもドエントですね。 1.8 で、これはものすごい当たりがでかくゴカーンと入ったんで、まあ合わせるのは簡単でしたね。そんなサイズでかくないですね。ここ気持ちいいな、遠投できて。鳥もあって飛んでるんですよ、鳥。ピッ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 って言いながら。いや、最近久々でしょ、俺の映像でそんな長く寄せてんの。最近のエアばっかりだから。よいしょ、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 よいしょ。ここの魚も綺麗ですね。よし、今度こそ乗ったぞ。ちょっと NST だとボトムでノリが悪いんで、でも飛距離がどうしても欲しいんで、今キメラの 1.6 にしました。どうしても飛距離が欲しいんですよね。1メートル遠いだけで全然違うので、キメラの 1.6 の今ボトムバンプですね。はい、デジ巻きでも大丈夫だと思います。いやー、ようやく乗った。バイト多いんですけどね。置きボトムはなかなか乗らない。はい、キメラ 1.6 ですね。